どうも、プロハイボーラーのジャッカルです。あなたはもう忘れたかしら、赤い手ぬぐいマフラーにして二人で行った横丁の風呂屋、一緒に出ようねって言ったのに、いつも私が待たされた、洗い髪が芯まで冷えて小さな石鹸カタカタ鳴った。あなたは私の体を抱いて冷たい寝て言ったのよ。若かったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。あなたはもう捨てたのかしら、24色のクレパス買って、あなたが描いた私の似顔絵、うまく描いてって言ったのに、いつもちっとも似てないの。窓の下には神田が、三畳一間の小さな下宿、あなたは私の指先見つめ悲しいか言って聞いたのよ。若かったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。かぐや姫で神田川でした。